ADMJTV 小林です。そして今日はスペシャルゲスト田中律子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。今日私たちは、横浜高島屋店の3階ハンドバッグ売り場に来ております。実は1週間 ADMJ がポップアップをしておりまして、いつもよりも多いカラーバリエーションを、はい、揃えております。本当にもう色とりどりでございます、はい、いっぱい。 ADMJ が1998年から、作り続けているザ・ ADMJ のミニトートバッグも32センチのトートバッグですとか28センチのボストン、カラーバリエーションを揃えておりますが、律子さん何色が、うわもうこれだけちょっと悩むけど、はい、ちょっと私はこのそうです、ね、シャンパンゴールドいいですね。これはいいです。もう冬でも使えるし、はい、なんか夏は焼けた肌で持ってもいいし、はい、いいですよね。この大きさが使いやすいですよね。ありがとうございます。なんかいつも番組で使っていただいてありがとうございます。バスに乗る番組ですね、はい、ありがとうございます。よく私持っております、はい、番組では、ね、このストラップがついたバージョンも使っていただいていて、やっぱり 手ぶらになるっていうのがね、やっぱりこう両手が自由になるっていうのはもうこのショルダーのやっぱりいいところですよね。ありがとうございます。なのでカラーバリエーションですとか、ストラップがついたバージョン、普段ない ADMJ がたくさん取り揃えておりますので、今日から、来週、まで、やっておりますので、はい、横浜高島屋店の3階に去年稲垣さんがちょっと欠席しておりますが、律子さんと2人で、はい、収録しておりますので、お時間ある方はぜひいらしていただけたらと思います、ね、お待ちしておりますので、お待ちしております、はい、ぜひいらしてください。今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。